寂しい夜に笑う星を眺めていることも星は僕に何にも教えてくれはしないけど僕はそれでいいんだよ。そして どんなに泣こうとも冬が来る。雪が
り来る。バラの暗いさは今もやっとまどろむ。目が寂しく倒るから、かすかに愛し合うのだろう。どうしてだけども愛し合い悩んだりしたのだろう。神様のこと忘れ去り、すべての人から逃げ去って、ただやつらの足だよ。次回ただ君の愛にいじけつつ、神様なんて本当に。
仕業か。
Oh,
夜。泉のほとりで僕はこれまで一番目の歌は明日を知らない青春の歌だ。
忘れぬつらさに愛よ。
Thank you.
もう少しなんとかなると思いつつ、天の仰いで願えども何の因果か、彼女はおらず、いつも男といじけた話、女の若さを口には出せど、とてもじゃないが満たされぬ、こんな男にたがしたと互いに罪をなすり合い、力がないかと嘆きつつ、伸ばした髪に櫛を入れ、うつろな瞳凝らしつつ、誰か私を愛してと叫び続くなり、ああこの世の儚さよ、アティキャロルを殴り殺したのです。63年2月8日の出来事、バルチモアホテルのチャリティーショーに招待されて、ウィリアムという若者、ほんの些細なことで黒人の老婆を殴り殺したのでした。ウィリアムは直ちに逮捕されはしたものの、懲役6ヶ月きりの刑は下されたもの、結局無罪当然で釈放されたのでした。青も手も見よ、
寂しいし、ハッティキャロルの寂しいし、ウィリアンザン・ジンジャーはただの24歳、裕福な家庭に甘やかされそう600エイカーのタバコ栽培地を持ち、バルチモアの顔役で金と発言力を持ち、自ら犯した殺人の罪さえ肩をすくめて苦笑いでごまかし、人を小馬鹿にした口ぶりでごまかし、数分の後には釈放されたのでした。思っても見よ寂しいし、ハッティキャロルの寂しいし、ハッティキャロルは食堂の女中さん、51の年でも働いていたのです。9人の我が子を育てるために、安いお金で使われていたのです。決して神座で食事をすることもなく、お客と無駄口を聞いたりすることもなく、テーブルから残飯を片付けるために、灰皿やくず缶を取り替えるために、コツコツと追いにをやつすばかり。一体彼女が何をしたというのだ、ウィリアム・ザン・ジンジャーに何をしたというのだ、なんという運命のいたずらなことか、突然襲った悲劇の嵐、仲間たちに担がれて病院へ運ばれて、8時間の昏睡状態の後に、一人寂しく息を引き取ったのでした。あ、思っても見よ寂しいし、ハッティキャロルの寂しいし、ハッティキャロルのちっぽけなお墓は一体何を物語るのでしょう。白人なら黒人を殺せるということか、若者なら老人を殺せるということか、金と地位を傘にかけ殺せるということか、裁判とはそんなにもいい加減なものなの、ましてや殺人者が無罪で済むというのか、ウィリアム・ザン・ジンジャーが一人だけ悪いのか、ハッティ・キャロルは何のために殺されたのか、あ、思っても見よ寂しいし、ハッティキャロルの寂しい。